こんにちは、山の草尾です。今回は10月12日に撮影した4種類の山野草と山野草クイズをお送りします。こちらは草木の実です。アブラちゃんの実がたくさんできています。
ちらはお寺です。ここに黒い実が見えます。花がもうとっくに終わってますね。実になっています。お寺です。下の方の葉っぱがこれ3つに割れてますね。上の方は割れてる葉っぱがなくなります。こちらの株もこれ割れてますね。これも割れてます。その隣の奥にも割れてるのがあります。この下の方は割れてます。上の方に上げていきます。上の方は割れてる葉っぱはないですよね。これはオケラのまだ小さな苗ですけども、まだ高さ30センチぐらいしかありませんけども、このオケラ見ると葉っぱがよく割れてるのが分かります。ほとんどが割れてますね。ということは幼い木は割れてて、かなり大きくなると割れなくなるのかもしれませんね。これはほとんどが割れています。この白い小さな実がありますけども、これがホタルカズラの実です。実と言っていいのか種と言っていいのかまだちょっとはっきり分かりませんけども、何年か前に見つけて、鉢に撒いてみたら、1回目は芽が出ませんでしたけども、2回目に芽が出ることを確認していますので、実か種であることは間違いないです。
前回の山野草クイズの回答を発表します。今回も5問です。ヒントをもとに名前を考えてみてください。ご視聴ありがとうございます。次回もどうぞお楽しみに。